アジア太平洋地域の一般的な定義を示す地図。濃い緑色はアジア太平洋の主要国を指し、薄緑色は含まれることのある地域を指す。アジア太平洋の例アジア太平洋の例アジア、太平洋経済協力諸国アジア太平洋はアジアから太平洋にかけての地域である。アジアパシフィックを略して APAC、アジア、PAC、ASPAC などと称される。 この言葉が指す地域は文脈によって異なるが、通常は西太平洋とその周辺の地域を指し、東アジア、南アジア、東南アジア、オセアニアが含まれる。この用語には北太平洋が面するロシアや東太平洋が面するアメリカ大陸西海岸の諸国が含まれる場合もある。例えばアジア太平洋経済協力にはロシア、カナダ、 アメリカ合衆国、メキシコ、ペルー、チリが含まれる。世界をアメリカへメアアジア太平洋に3分割する場合のアジア太平洋には中東を除くアジアの全域とオセアニアの全域が含まれる。いずれの場合もアジアではあっても西アジアがアジア太平洋に含まれることはほとんどない。全体としてアジア太平洋の明確な定義は存在せず。 それが指す地域は文脈により異なる。この用語は1980年代後半頃から小、取引、金融、政治の分野で一般的になった。実際、この地域の経済は多様であるにもかかわらず、地域内のほとんどの国は急成長を遂げている、新興市場である。統計などでは、アジア太平洋から日本を除外した地域を統計の区分とすることがある。 このような区域は、日本を除くアジア太平洋と呼ばれ、日本を含む場合は、それを明確に示すために APJ、JAPA、j a p a と称することもある。東アジア、北アジア、南アジア、東南アジア、オーストララシア、メラネシア、ミクロネシア、ポリネシア。ありがとうございます。